そいつは美獣すべての集合体だと。最強のチャクラを持つ存在、十尾だ。美獣は九尾までじゃないのか。言ったはずだ。一尾から九尾の美獣はその十尾のチャクラを分散したものに過ぎない。陸道仙人の手によってな。炎の怪病雲隠れの二位ユギとも二尾主客ガーラの美獣の一尾、仙台水影の三尾、岩隠れの半の五尾、養豚の老子が四尾、抜け人歌方の六尾、雷影の弟キラービーの八尾、滝隠れ風の七尾、そして木の葉の妖狐九尾。